塾や予備校には頼れない、そんな時のための逆転の数学、これから授業を始めます。今日の問題はこちらです。見覚えがある場合はぜひ一度停止して考えてみてください。こんにちは。ここではですね、三角形の内角と分類について一緒に勉強していきます。僕らがテストでこういう三角形の内角に関する問題に出会った時とか、このね、鋭角三角形とか鈍角三角形とか、そういう言葉に出会った時どうすれば攻略できるか、その方法を一緒に確認していきます。で、まずここで僕らが勉強するのはこの三角形のこれ内側の角、内角って書いてるんですけれども、内角についてです。で、その三角形の内角っていうのは一体何なんだっていうと、こういうふうに三角形があって、その中側にあるこことかこことかここの角、これを内角って言います。こことかこことかこれのことですね。で、次回の動画で外側の角、外角っていうのを勉強するんですが、この外角については次回しっかり見るとしてね、とりあえず今の段階では内角っていうのはこの三角形の中側にあるこの3つの角のことなんだっていうふうに思っておいてください。で、そんな内角、三角形の内角にはある一つの性質がありまして、それは何だっていうと、和は180度っていうことです。全部足したら180度になるよっていうことなんですね。で、それが何でかっていうのは後で問題を使ってね、一緒に見るとして、とりあえずこの三角形の内角の和全部足したら180度になるよというのは本当に図形の問題でよく出てくる、よく使う知識なんでね、まずそれを知ってたらどういうことができるかっていうのを一緒に見ていきましょう。例えば三角形の内角の和が180度っていうのを知ってたら、三角形でもう2つの角度が分かってたら、この残りの1つも求めることができるんですね。どうするかっていうと、全部足したら180度やねんから、その180から60引いて、その後さらに50引くと、180-50-60、これを計算すれば70度っていうふうに答え出てきますよね。だからこの残りの角は70度だっていうふうに分かるんです。実際全部足したらちゃんと180になりますよね。で、まあ、この式の書き方なんですが、これについては本当人それぞれ好みがあって、別にどの方法を使ってもいいです。今みたいに180から50引いて60引くでもいいし、180から50と60を先に足して、50+60=110ですよね。こういうふうに先に括弧で計算してしもて、そこから引き算するでももちろん OK です。もしくはこの求めたいところを x っておいて、 x+50+60 全部足したら180度になるよねっていう方程式を作って、でこれをね解いて、 x=180-50-60 とかにして、それで70を出してももちろん OK です。この辺は好み、人それぞれですよね。まずこの三角形の内角については OK でしょうか。で、今回さらにもう一つ勉強するのが三角形の分類です。三角形には3種類あります。で、これはその正三角形とか二等辺三角形とかそういう話をしてるんじゃなくて、角度に注目した時に分類分けることができるんですね。3種類に分けることができるよと。で、それの3種類は何かっていうと、ここにあるように鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形なんですね。詳しく見ていきましょう。まずこの3種類について学ぶ前に、この知識を知っておく必要があります。それは何かっていうと、鋭角と鈍角っていう言葉です。こっちが鋭角、こっちが鈍角って読みます。鋭い角、鈍い角ですね。で、この鋭角って何なんだっていうと、0度より大きく、90度より小さい角、40度とか72度とか、そういうのを鋭角って言います。90度を超えへん角、それが鋭角なんですね。で、鈍角は逆に90度より大きく、180度より小さい角と、132度とかね、168度とかです。で、直角はもう OK ですね。垂直、90度、直角、それが直角ですね。ここが90度、これが直角やと。この直角で分かれるんですね。ここに直角90度があって、その90度よりちっちゃく、0度より大きい、それが鋭角。90度より大きくなると鈍角になるよと、鈍い角になるよと。この言葉を知っておきましょう。で、この言葉が分かっていれば、この鋭角三角形、直角三角形、鈍角三角形の区別はつくと思います。まず鋭角三角形ですが、3つの内角が全て鋭角であると。全部0度より大きいけども、90度よりはちっちゃい角、こういう感じで90度よりちっちゃい角ばっかり出てきてる、そんな三角形が鋭角三角形です。
で直角三角形っていうのは一つの内角が90度である。そんな三角形が直角三角形なんですね。で当たり前ですが直角が2つある、そんな三角形はないです。全部足して180度にならなあかんねんから、1個90度でもう1個90度やったら三角形できないですもんね。嘘やと思ったら書いてみてくださいね。書けないですよね。で最後鈍角三角形っていうのは90度より大きい、そんな鈍角が1つでもあると、まあ1つしかないんですけれどね、そういうのを鈍角三角形と言います。 OK でしょうか。この3分類しっかり押さえておいてください。鋭角三角形って何って言われたらしっかり説明できるようになっておいてくださいということです。鋭角つまり0度より大きく90度よりちっちゃい、そんな角度しかない三角形だよ。鈍角三角形っていうのは90度より大きい角がある、そんな三角形だよっていうことですね。以上の知識を踏まえまして、今日の問題やっていきましょう。まず括弧1ですね。三角形の内角の和は何度か、もう先ほども申し上げました通り何度も出てくる超大切な知識ですね。180度です。でまたそれはなぜか、この図を使って説明しようっていう問題です。でこれももう押さえておきましょう。理由は2つで、それほど難しくないっていうことと、あと前勉強した平行線の錯角とか同位角とかその辺のいい復習になるんですね。ここでもさらっと書いてますが、三角形の内角の性質は180度で、それは平行線の錯角や同位角で証明できるんだよとってあります。じゃあどうやって説明するかっていうと、まあ2つ、大きく2つの方法があるかなとは思うんですが、この底辺と平行な、ね、線を例えばここからここに B と引きますと、平行な線を引きます。そしたらここってどの角と等しいですかっていうと、この角 B と等しいですよね。なんでかっていうと、これは平行線の錯角が等しいからと。同様にこっち側の角はこの C と等しいですよね。平行線の錯角は等しいから。じゃあここを見てくださいと、ここ見たらこれは一直線が出来上がってる、つまり角 A 足す角 B 足す角 C は180度だっていうことが言えるんですね。ということはこの三角形の内角の和も角 A 足す角 B 足す角 C なんで、これ全部足したら180度って言えるよねと、こういう説明が一つ可能になるんですね。もう一つ別のやり方としてはこういうことも考えられます。例えばこの線を B って伸ばすと、でその後にですね、このこっち側と平行な線をここに B と引くと、お、ここと平行な線を引くと、そしたらまた似たようなことができます。例えばこのここの角っていうのはどこと等しいんですかっていうと、これは平行線の錯角でここ A と等しいですよね。ここの角はどこと等しいかっていうと、ここ平行線の同位角でこれと等しいですよね、つまり B です。そしたらまた A と A 足す B 足す C が180度っていう式が出てきたなと。ここ一直線ですからね。で三角形の内角の和も A 足す B 足す C なんで、やっぱり全部足したら180度になるよねと、こういう説明の方法もあります、ね、どちらもそれほど難しくないしね、前回のいい復習になるんで、これまでのいい復習になるんで、ぜひ理解しておきましょう。では括弧にですね、こっちが実践的な問題です。下の図において角 X の大きさを求めよう。またそれぞれどの三角形に分類されるか5群から選ぼうと。それぞれこれは鋭角なんか直角なんか鈍角なんかと。もうこれ先見といてもいいですけどね、もう形見て明らかに丸の位置っていうのは全部鋭角しかないと。まあ一応角 X の値を求めときましょうか。この X の値を求めるにはもう180から61と40引けばいいと。まあ、今回の書き方はこういう足した後に引くっていうこの書き方でいきましょうか。そして180度引く101度なんで、これは79度と分かります。これでここ79度が出たと。そしたらこの三角形全部鋭角しかないので、これは鋭角三角形に分類されるんですね。 OK でしょうか。もうちょっとね、面倒なので鋭角しか書かないですがね、テストとかではしっかり書きましょう。では次2番ですね。2番も角 X の大きさを求めることなく、ここに90度があるんで、これも直角三角形だとすぐ分かりますよね。で肝心な角 X の大きさはどうなるかっていうと、これも180度から90度、そしてさらに58度を引くとっていうことですね。
でも慣れてきたらみんな直角三角形見たらいきなり 90-58 をするんですね。なんでいきなり 90-58 をするかっていうと、もう初めに180からここの90度引いてしまえば直角三角形の場合絶対90になりますよね。この残りの2つが90度になるんで、それから58を引いたらもう片割れの方が出てくるよと、ね、慣れてきたらきっとこういうやり方になるかなと思います。そして、ラストですね。ラストはもうこれ明らかに鈍角があるんで、これも鈍角三角形が決定します。で、角 X の大きさはっていうと全部引いてしまえばいいですよね。全部引いてしまえばいいと。で、180-127はこれは53ですね。53度、 53-29 したら24度になるよと。で、角 X は24度と分かりますと。 OK でしょうか。はい、ということでですね、今回三角形の内角と分類について一緒に勉強していきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。まあ、ここで大切なことは、和は三角形の内角の和は180度だよと。で、それはなんでかっていうのもね、それほど難しくないんで、ぜひぜひ説明できるようにはなっておきましょう。またですね、三角形は角度に注目した場合、こういうふうに3つに分類できるんでね、鋭角って何やったかな、直角って何やったかな、鈍角って何やったんかなと、ね、ぜひぜひマスターしておいてください。あとはですね、自分でも理解できるようにノーヒントで、できるようにですね、類題見つけてしっかり練習しておきましょう。またですね、この授業動画をシリーズで勉強されている方はここにですね、次回次に見るべき動画が紹介されていると思うんでね、ぜひぜひこちらも参考にしてマスターしていってみてください。